くてね、お友達がいるんだよね。どこでそんなこと聞いたんだ。さっき散歩してたらね、学校が来たりしね。学校行ったらたくさんお友達ができるのよ。学校行こうよ。ダメだよ、学校にお化けが来たら。僕だって勉強したい。勉強なら僕が教えてやるよ。翔ちゃんじゃ当てにならないもん。今のうわすごい。ちゃんにキューちゃんどうしたの。僕ね、翔ちゃんと学校に行くの。学校に行くにはまだまだ時間があるわよ。何かあったのかい。パパ早くしないと会社に遅れますよ。はい、朝ごはんできてますからね。ご飯いただきます。キューちゃんのご飯いただきます。大原、大原翔太。はい。大原、新学期早々遅刻かっちゅうに。反省してます、ねえ、あの先生威張ってるね。威張り豚ってあだ名なんだ。威張り豚。何回言ったかっちゅうに。いえ、独り言です。まあいい、早く席に着きなさいっちゅうに。はい。ってな。新年度は始まったばかりだ。まあここで気分を変えて作文を書いてもらおうか。いや、5年生になって可愛い子だね。でも何でも、そこにいたの、キューちゃん。ねえねえねえ、あの子なんて名前なの。よっちゃん。何呼んだ。いや別に何も。よっちゃん綺麗。こら、おはや、授業中だぞ。死後は慎めってんだ。こちらのやつ。うわあ、この野郎。背後。いい君。僕っていい友達でしょ。よし、わあ、桜が散って綺麗だな。春って僕好きだ。僕たちが広場で野球をやっていた。やめろよ、キューちゃん。声なんか出して読むなよ。しません。わかったら、おとなしくしててよ。大原、何を言ってるか、廊下に立ってなさい。よかったね、翔ちゃん。勉強しないで済んだじゃないか。チッ、キューちゃんたら何にも分かってないんだから。ま、膨れないで、にっこり笑って愉快に暮らそうよ。知らないよ、もう。翔ちゃん。翔ちゃん、翔ちゃん、こっち見てよ。ね、ちょっとでいいから見てってば。ん？ベロベロ、ベロベロ。静かにし
つに。病気のせいでおかしいのはほっといて授業を続けるっちゅうにってな。ごめんなさい。こいつ憎めないやつだな。そうだ、いけね。どうしたの？うちに忘れ物しちゃった。オッケー、僕取ってくるよ。キュン。うまくいったぞ。キュン。うっと、ただいま。あれ、しょうちゃんの忘れ物ってなんだっけな、なんだっけな。あら、キューちゃん。あ、こんにちは。何してるの？なんだっけ。あ、そうだ、しょうちゃんの忘れ物探してんの。忘れ物って何？それが聞くの忘れちゃったの。また聞いてくる。翔太、早くしないと遅れるぞ。うん、先に行ってて。おう。キューちゃん。あ、いっけね、集合ナイフだ。ああ、翔ちゃん、聞きたいことが。番号忘れ物ってなんだったの？21、22、23、24。ごめんなさい。え、一人多いぞ。そんなバカなっつーね。キューちゃんのせいだぞ。ごめんなさい。それ。どうしたの、しょうちゃんの番だよ。ほら。どうしたっつーに、おはら。先生、あいつ運動神経ゼロだからブレってんだよ。しょうちゃん、思い切って飛んでみなよ。僕助けるから。本当？うん、よし。飛んじゃった。はい、やーい、スイスイ、ひらひら。夢だよ、夢だ。悪い夢だ。翔太くん素敵。スカッとしたな。僕って本当にいいお友達。キュッ。冗談じゃないよ。走るのは跳び箱より苦手なのにさ。翔ちゃんは足だけ動かしてればいいよ。キューちゃん、僕が助けるよ。サンキュー。やあ、こちら。先生、お先に。スライッ。あってな。最高の気分だよ。僕って本当にいい友達で。お、おいしそう。どうしたの、キューちゃん。どこ行くんだよ。学校はあっちだよ。わあ。あと10秒。9、8、7、6、5、4、3、2、1。では、いただきまーす。ごちそうさまー。あ、はい。キューちゃん、どこ行ってたの？大原のやつ、どこ行ったんだ、中に。もうとっくに戻ってると思ったのに。何考えてんだ、あいつ。何にも考えてないんじゃないの？みんな怖い。